よし、入った。よいしょ、よし、じゃーん、じゃーん、ブシ君、はい、キティちゃんブシ君です。はい、どうも皆さんこんばんは、ブヒロクです。今日はね、ブシ君の、洋服生着替え企画をやっていこうかなと思ってます。ちょっと見えてるかもしれないんですけど、昔ね、たくさん買ってた洋服、もうもしかしたらもう入らないかもしれないな、ね、こういうね、これブシ君昔入ってたんですよね。もしかしたらもうブシ君も今着れないかもしれませんけど、ちょっとね、入るかなと思って用意しました、まあ、まだいっぱいあるんですけどね、たくさんあるんですけど、まあ、今日はね5着ほど用意しました。はい、ということでね、やっていこうと思います。急にどうしたんだっていうことなんですけど、ちょっとねライブ配信してて、100円ショップでママがね、洋服を買ってきてたんですけど、それをねボスに着させて、コメントでね、ブシ君の、洋服着てる姿を見たいということでね、ちょっとやっていこうかなと思ってます。では早速ね、ブシ君を連れてきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ブシ君連れてきました。ブシ君遅い。はい、ブシ君遅い。ブシ君遅い。違う、それ遅い。じゃあ、じゃあブシ君ね、はい、おー、しょしょしょ、こっちじゃない。こっち見てた、カメラカメラ、こっちカメラ、こっち、はい、ブシ君、ブシ君、じゃあブシ君のね、はい、お洋服を着させていこうかなと思います。入るかな、まずね、キティちゃん、これ昔入ったんですよね。まあ昔って言っても いつの昔だろう。ブシ、ブシ君、ブシ君、タッチ、ブシ君、タッチ、ブシ君、タッチして、はい、タッチ、うん、はい、ではちょっとさ、よし、お、入るね。なんとかかんとか。ちょっと今お洋服着替えタイム中です。ただ、うん、よいしょ、お、いや、これはきついな。はい、ちょっと、よし、入った。よいしょ、よし、じゃーん、じゃーん、ブシ君、はい、キティちゃんブシ君です。はい、似合ってるのかな俺。でなんかもうピチピチのパツパツですね。こう昔はね、ちょっとね、すっぽり入ったんですけどね。あ、すごい嫌そうだな。よし、じゃあブシ君脱ぐか。今日もうダメだ。8切れそう。よし、脱ごう。よし、よし、ギリ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 入るけど、多分これね、身動きが取れないんだろうな。よいしょ、いや、なんかミチミチって言った。やばいやばいやばい、他の子も着るのに。はい、ちょっと待って、はい、ちょ、では次、ムシ君、これ、プーさん、よし、ここまで入るけど、両腕通すとちょっときついのかな。いや、それでも入るな、ギリ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 入るけど、あ、じゃあまたミシミシっつった。ちょっとね、お腹周りが。ブシ君、運量熊のプーさんです。はい、ブシ君、どうした、どうした、うん、ブシ君かわいい、うん、ブシ君かわいいじゃん、似合ってる。ちょっと頭、これいけるかな。よし、ほら、プーちゃん、ほら、プーちゃんだよ、ブシ君、ブシ君、プーちゃん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 、いや、ちょっと嫌だったんですね。はい、うん、はい、さあ、ギリギリ入るけど、多分あの生活するには無理ですね。次はブシ君に似合うパンダ、ブシ君、うん、どうした、パンダ着ようか、着れる、うん、よいしょ、はい、パンダ、これ破れそうやな、これ。あ、でもね、首がね、はい、首はね、頭周りは入るよね。ただやっぱブシ君体が大きいけな、体が大きくなりすぎて、これで通るか、あ、通る、片腕はね簡単に通るよね。でもね、次の方になるとちょっと微妙かな。いや、でも通るか。よいしょ、はい、ブシ君パンダです。よいしょ、ブシ君パンダ、
ブシ君ポンだ。よしよし。はい。よし。なんかパンダがあんま見えんな。ブシ君ポンだ。はい。ブシ君。はい。ブシ君。はい。全然なんか服着とうイメージがもうなんかもう半分以上上に上がってる。もうこれ以上下がらない。ちょっとお腹周りがすごすぎて無理だね。よしパンダパンダパンダ、ちょっとね、はい、片腕ずつ、よいしょ。やっぱもうサイズがでかくなりすぎてました。さすがにもう限界かなね。ブシ君ちょっと無理やったね。ブシ君ちょっとブシ君に合う服を買うか今度ね。犬のね洋服はね意外に高いですからね。3000、4000、5000としますけどね。はい、これらのね洋服はママさんがね、オークションやら、まあ、メルカリ、あとなんかフリーマーケットみたいなとこでもう格安で多分一着ね100円とか200円とかそんなんで、仕入れてきたやつです。もうあのね普通に市販されてるやつはね高くて買えないって言ってました。そう昔はねこうやってねボスの服とかね、あのボスとブシーはこうガウガウあんましないんで洋服常に着てたんですけど、最近ねやっぱねあの頭数が増えてみんなガウガウしだすと洋服を噛んじゃうんでもう洋服着させられないんですけどね。まあということで、はい、なんかブシ君こすりつけてるな。やめてやめてよね。やめて。はい、ということでちょっと代わりにどうしようかな。ボス連れてこよう。ボス連れてきます。はい、少々お待ちを。はい、ボスを連れてきましたということでね、ブシ、ちょっと待て、興奮しない興奮しない。ボスに着させよう、ボスじゃない、ブシに着させようと思ったやつ、これね、8、これね、あのママがね蜂がね生まれて、じゃあ蜂に蜂の洋服を着させようということで買ったやつですね。多分これも100円とかじゃないかな、ね、そう今ちょっとね蜂はね、お休みしてるんでボスが代わりに。ボスはね洋服嫌いじゃないの、おとなしいんですよ。ほんとおとなしい。ブシ君もなんかおちょうどいいな。はい、蜂の蜂を着ました。ほらダメ、お座りお座り、蜂です。蜂の洋服を着たボスです。お座りお手、おダメ、お座り。ちょっと待って、ちょっとボス待って頭これ着て、あちょっとほらダメ、お座りお座り、はい、お座りお座りだよ。はい、蜂の洋服を着たボスです。休んじゃった。どうしようかな。最後ね、あのね、ブシ君に着させた方のね、このね、普通の T シャツなんだけど、これボスに着させてもあれなんで、じゃあボスに、やっぱボス女の子なんで、キティちゃん、はい、ブシ君がパツンパツンだったキティちゃんを、着させたいと思います。洋服脱ごうか。キティちゃん着ようか。多分ねこれもね多分300円とかで多分手に入れてます。ママね多分犬の洋服で1000円以上するやつ買ったことないんじゃないかな、わかんないですけど買い物上手なんですよ。そうフリマみたいなとこでね仕入れてるんですけど多分めちゃくちゃ安い。新品かどうかはわかんないですけど、ただねやっぱねあの安くてねあの数あるものが欲しいっていうことで、もうこれも何年前ですかね、多分7、8年前とかに買ったやつじゃないですかね。多分ボス用に買ったやつですね。はい、女の子なんで、じゃあ着させていこうと思います。はい、じゃあボスお着替え、あこれちょうどいいな。いやブシ君にはちょっとでかすぎたな。よいしょ、はい、よいしょ、いやちょっとでもちっちゃいかなやっぱ。そこフードがあれだな。はい、はい、
あのキティちゃんを着たボスです。ボス、ちょちょ、みんなに見して。よし、キティちゃん、ちょっとわかんないな。ライブ配信中に着たあのスカート系のやつの方がいいのかな。うん、よしよし、よしよし。うん、かわいいな。よし。じゃあ、昨日着た、スカートフリルのモコモコのやつ、洗ってなければあると思うんで、ちょっと持ってこようと思います。キティちゃん。そんなにあれかな。ボス、わかんない。ボス？ボス？はい、なんか、なめなめに必死です。こっち向いてくれません。こっちからだと洋服着とうか着てないかもよくわかんない。うん、ボス、こうやって着てますね。どうしたどうした、ボス。はい。ちょっとピチピチだな。うん。おー、寝た。あ、サービスショット。いや、暑いのか。どうした、疲れた、ボス。久々洋服着たもんね。うん。まあでもね、冬はね、寒いんでね、洋服着てた方がいいかもしれないですけど、うん、こんな風になってるんですよ。そう、あとね、毛抜け防止にな、毛がいっぱいね、抜けたりするんでね、フレンチブルドッグはこういうちょっとね、見えますかね、短い毛が抜けたりするんで、洋服着てたらね、その抜け毛防止にもなるという、まあ、ちょっと洗濯が大変ですけどね、洗濯機をね、洗濯機を一緒に、人間と一緒に洗うとね、うん、ちょっと大変かなって。普通の衣類をね、洋服衣類を洗うだけで毛がついちゃうんで、犬の猫の洋服を一緒に洗濯機で洗うと、うん、ちょっと、うん、毛がもっとつくかもしれないですね。大変ですね。じゃあちょっとボス、ボス、ボス、昨日のフリフリ着てみようか、持ってこようか。はい、というわけでね、昨日ね、あ、ライブで、着せてたボスのフリフリの洋服、はい、これね、ママがね、100円ショップでね、見つけてきた犬の洋服みたいなんですけど、うん、100円ショップでね、犬の洋服が売ってるというね、うん、ただね、100円ショップで売ってるけど100円じゃないというね、あ、案件じゃないんで、はい、でも100円ショップで犬の洋服が気になる人は、まあどこか、分かんないですけど行ってみて、多分ペットコーナーとかあるんじゃないですかね、そこで見てください。はい、売ってるかもしれないんで、うん、まあ、素材はどうですかね、うん、でも結構冬はいいかもしれない。ただお腹周りがね、ないんですよね、これね、うん、そう、どうやって着てたかな。よし、じゃあボス、これはこうか、うん、ちょっとね、ちょっと下げようか。これね、でもね、女の子チックなんですよ、めちゃめちゃ。ママがね、これもしかしボス着たら可愛いかもっつって買ってきた洋服でね、100円ショップで、100円ショップでも100円じゃないっていうね、なんぼだったかな、なんか500円ぐらいだったと思うんですけど、今ママ、まあ、僕はあんま100円ショップ行かないんで分かんないですけど、ママが言ってました、今100円ショップでも高価なもんは高価なんだよって。あれ、なんか違うな、これ。こうですね、はい、よし、よし、はい、お姫様、お姫様じゃないけど、はい、女の子みたいになりました。ボス、これ似合ってるな、こう女の子、ちょっと上から見たらね、ワンピースのみたいな感じで、はい、スカート履いてますね、うん、かわいい、ボス、おお、おお、サービスショットああ、ね、フリフリでね、リボンもついて、これかわいい。まあ、なんか100円ショップで売ってるみたいなんで、はい、ね、まあ、女の子なんで、まあ、多分男の子も似合うかな。はい、というわけで本日はうち我が家の愛犬に、洋服を着させてみたということでね、ブシ君ボスちゃん編で、はい、お送りしましたということで、次回もう、みんながね、見たいというんであれば、またしようかなって思います。っていうかね、うちね、洋服まだまだめっちゃあるんですよ。うん。当時ね、うん、もう何年も前のやつですけど。はい。ただ、もうね、やっぱ子犬用の時、そう、ちっちゃい時用のね、洋服が多いんで、
もう今ね政権になってしまったボスとブシ君にはねちょっと小さいのかなっていう感じで、殿とかね、殿くんとか、ミニーちゃんとかだと多分全然入ると思います。うん、でも殿くんももうあと数ヶ月後でもしかしたら入らないかなっていう、そんな感じの洋服ですね。うん、誰か見たいですかね。まあ武士くんがね今日ギリギリ入ったんで、あの他の子たちは多分全員入ると思います。まあちょっとねきついかもしれないんでね、まあ、きついとねもうすぐね洋服脱がして、うん、そうそう動きづらいだろうからねおあのキツキツだとね、うん、そう多分 L サイズでもね武士くん入んないんだよね。うん、ということでなんか 誰か見たいですか、次洋服着てる子たち。うん、まあ、次ちょっとトノくんとか、あ、うん、ちっちゃくて可愛いと言ったらミニちゃんとかね、洋服、うん、着てる姿、また洋服着せ替え生着替え、企画をねやってみようかなと思うので、ぜひあのコメント欄で誰々のが見たいですって、もっといっぱい見たいですっていうのがあれば、あれおらんくなったな、はい、見たいっていうのがあればみんなコメント欄に書き込んでいってください。ボス、うん、最後、うん、お去り、よし、お去り、お去り、お去り、よし、これでお別れしようと思います。みんなコメント欄に書き込んでいってください。じゃあね、ボスでお別れ。じゃあね、ボス、バイバーイ。あれ、ボス？ボス、お去り。ちょっと待って、ボス、お去り。ボス、お去りして、お去りして、お去り、お去り。お座りしてよ。じゃあ終わります。バイバイ。